皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。カズラジバージョンです。関西はもう今日は暑かった。湿気がねすごかったね。もうこれでセミが鳴いていたらもう完全にもう夏だね。なんかもう高校野球を僕は喋ってる感じ、そんな感じの気候でした。よく湿気がひどい時の表現としてこのまとわりつくようなみたいな表現しますけども、まさにそんな感じでした。さあ今夜も行きましょうね。出発進行でございます。過疎化進むローカル線カズラジです。はい、ヒデ99さんです。大前さんのトークライブ絶対に実現してほしいです。これはまだなんだろうな、現実味はありますわね、小説よりも。第1部はプロ野球 OB の方とのトークショー、第2部は大前和樹大いに歌う、いいね、梅田コマ劇場かみたいな感じですね。大いに歌う、北島三郎先生のね公演でも、2部構成で1つは、大いに歌う、一つはなんか時代劇の芝居をするみたいな感じですもんね。で、何曲かはバンドで、何曲かは大前さんのギター一本で聴きたいです。ほう、バンドという感じもいいんだけど、僕はねギター以外のところでは、まあ、ピアノとでパーカッションがあって、あとそうね弦ね、バイオリンとチェロぐらいがあった弦楽をちょっと入れてみたいなというふうに思いますね。あとそれに管楽器が1本、フルート的なものがあればいいのかななんて思っている。サックスでもいいですね。そんな構成が僕の理想ではあるんだけども。そして第3部はカズラジ公開録音、としていつものように我々のコメントに対してやり取りしていただくという形。もし実現したら第1部は大前さんが出てきた時に感涙、第2部はギター1本の弾き語りで感涙、第3部はこのカズラジのテーマ曲が流れた時に感涙してしまうと思います。泣いてばっかりですね。ありがとうございます。構成まで考えてくださった。まあでもいいね、これね、いい構成だわ。これ何時間やんなきゃいけないのかっていう感じになりますけどもね。ありがとうございます。素晴らしい構成だと思います。大前和樹大いに歌う、あんまり大いには歌わないんだけどもね。ありがとうございました。ジェンナリードさん、大前さんいつも配信ありがとうございます。いやいや、いつもご視聴ありがとうございます。ライブ楽しみにしております。小説の方もぜひ購入させていただきたい出版できるかいという感じではあるんですけどね。本当だね、もう自分でこのなんか原稿をさプリントアウトして、もうそれでみんなに配るみたいな感じになるかもしれませんね。小学生の頃から28歳の頃までは実家で柴犬と白い猫を飼っておりましたので、大前さんの小説は涙なくして読むことは不可能なのではないかと思っております。不可能ですよ、もう1行目からもう出だしから泣くからね。もう僕は出だしとエンディングは決めてるのよ。あとはその中間のエピソードをどう膨らましていくかって、ここなんだけどもね、泣くよ、もう僕はもう考えただけでも泣くもん、書きながら。ありがとうございます。それから月の輪押さんです。大前さん配信ありがとうございます。こちらこそご視聴ありがとうございます。大前さんの今期第1号モスキートの実況にリアリティがあっていつも笑ってしまいます。今シーズン第1号モスキートってやつね、なんぼでも言いますよそれ。はい。私は庭仕事の際にすでに数号モスキートされております。ああ、モスキートされましたか。一試合にモスキートもよくありますね。マルチモスキート、いやー、たまったもんじゃないですね。非モスキートをなくそう。いいね。ありがとうございます。面白いな。それからですね、ミーポンさんは、おはようございます。あ、いいですね。深夜の配信、カズチューブありがとうございます。朝への活力です。そう思って、もらえたら嬉しいな。以前お話をしてくださったかもしれませんが、梅雨の時期のギターの管理はどうされていますか。シリカゲルとか保管庫でしょうか。よろしければ教えてくださいということで、今1本出してるし、
もう一本もここにあるんだけど、この2本はずっと出しっぱなしなんだよ。で、出しっぱなしなんだけど、この部屋はもうほぼほぼ24時間エアコンつけっぱなし。だから湿度はね、ある程度保たれている。でも、木は乾きすぎてもダメなんでね、本当はね。だから適度にこう、湿度も保湿をしながら、というところも必要だし、乾燥もさせながらということで。難しいんだね。で、それ以外の数本のギターは、ハードケースの中に、ちゃんとそういう尻かげるっていうか、湿度を一定に保つような、ものを入れております。乾燥するときは水分を、発して、で、湿ってるときはその水分を吸収してくれるというね、そういう保管用の、薬剤があるんだ。それをハードケースに入れて。で、ハードケースっていうのはね、上等なハードケースっていうのはね、しっかりと外との、なんていうのかな、外の世界と完全に違う世界を作ってくれるんだ、中で。だから、すごく一定の環境で、保管できるんで、他のギターはハードケースに入れて、そういった薬剤、シリカゲル等を入れておりますね。ありがとうございます。保管庫なんてないんで、保管用のハードケースを僕のベッドの周りに、いっぱい置いてるっていう感じですね。はい。そんな感じでございます。よろしいでしょうかね。ありがとうございます。まあでもギターの管理ってやっぱりこの木なんでね、やっぱり難しいのね。どうしてもね、自然のものなんでね、まあ、これが人工のものであればね、そんなに気を使わなくてもいいのかもしれませんけれどもね。ありがとうございます。だからそうね、ピアノなんかは僕のは電子ピアノなんで、これも電化家電なんでね、これなんかは別に調律もしなくていいしさ、いいんだけどね。ありがとうございます。谷健さん、おはようございます。大前さんがライブをされるとぜひとも行きたいです。楽しみにしています。ほんまに来てくれるね。ありがとうございます。山っちょさん、ここでのおしゃべりはカズナーの皆さんのお便りを紡ぐエッセイ集のようなようでもあり、連続ラジオドラマのようでもあります。連続してるかい。1話完結なんだけどね、大概。毎回車内検察で定期券を見せるのが楽しみなんです。もしも小説第2弾があるなら、高井康弘さんをモチーフにした純野球小説を読んでみたいです。あ、野球の話をしてしまいましたね、してしまいましたね。ライブ用の貯金、まあまあいい金額になってきました。こちらはいつでも準備 OK ですよ。そうか、地獄の沙汰も金次第っていうからね、山っちょさん。金額によっては楽屋に招待してもいいよって、やらしいこと言っておりますが、高井さんね、高井さん、まあ、高井さんとは少々、まあ、ご縁があるというか、一緒にお仕事させてもらった時期もありましたんで、高井さんの話はたくさん聞かせてもらってますんで、高井康弘の野球のドラマは作れるよ、本当に。いや、もう高井さんはすごいよ。高井さんのやっぱりこの一打席にかける、その、ね、代打屋ですから。一打席ですよ。アブさんのモデルだからね、水島新先生の。で、高井さん代打で行くときに、やっぱり、4打席のうちで勝負をしていい、レギュラークラスとまた立場が違うんだよね、高井さんの場合は。その一打席にかけるために、いろんなこの研究をされていた。メモがすごかった、高いメモ。まあ、それはプロとしての財産なんでね、もう高井さんのもうが持ってる、まあ、それも誰にも見せないみたいなノート、まあ、現役終わられてからそういうことが、そんなものがあってという話を聞いて、教えてもらったことがあるんだけども、代打でしょ、高井さんって代打なんで、試合中は、まあ、試合にね、グラウンドには立っていないんで、ベンチにいてもピッチャーの球筋ってよくわかんないでしょ。だから高井さんはベンチを出てね、ネット裏の関係者席まで行った。で、そこでこうユニフォーム姿でいるとやっぱりあまり具合良くないんで、そこはちょっと着替えて、わかんないように、まあ、いわゆるその関係者のような格好をして、その一番後ろ、キャッチャーの真後ろ、ピッチャーの正面に、から、ピッチャーのその、癖を
見つけたり、配球のパターンとかね、その癖を見抜いて、で彼は代打屋としてオールスターに出るのよ。でそのオールスターで後楽園球場で、ヤクルトの松岡弘投手からサヨナラホームランを打ってみせるんだけども、あの時も、高井康弘は、まあ、リーグは違ったんだけども松岡のシュートを読んでいた。それは何か、やっぱりその投げる時の癖、あるいはこのアンダーシャツのからチラッと見える、腕の、まあ、角度であったりこう筋であったり、それを見てシュートを読んだ。ものの見事にインローのシュートをすくい上げて後楽園のレフトスタンドにボールを運んでいくわけですよ。ねえ、高井さんの物語は作れるよ本当に。まあそれ以外のエピソードもいろいろ聞かせてもらったんでね、いろんな話ができると思います。ありがとうございます高井さんね。僕が30代の頃によく仕事をさせてもらってね、10年ぐらいよく一緒に仕事をさせてもらいました。その時にいろんな話を聞かせてもらったんだけども、まあちょっといろんな脚色をしながら、小説書けそうな感じはしますけどもね。そういえば小説で思い出したけどさ、文春オンラインの小説風の大前ちゃんの記事、まあ負けちゃったんだけどさ、ハムに。まあでも一応編集部からは絶賛していただいたというね、小説風なんだけど、ちなみにあれ以来話は来ません。誰がそれを、決めてるかっていうのは田中大輝くんが決めてるんで、彼は僕に振ってくれません。まあいいですけども、はい。書くの大変なんでね、はい。だからね、ああいう野球小説も書きたいね。ネタはなんぼでもあるわ。で、まあ取材にも行けるしね。中澤慎二さんなんかをテーマにして僕が書きたいなと思う。キャッチャーでね、阪急黄金時代を支えたキャッチャーの目線から見た野球小説もいいよ。ね、ありがとうございます。それから梅ちゃんぐさんです。お前さんいつもありがとうございます。こちらこそトークのプロ。トークのプロなのかな。大前さんに質問させていただきます。喉のケアはどういったことをされておられるのでしょうかという。別に何にもしてないんだけど、まあ、そんなに酷使はしてないんでね、喉は。はい。まあなるべく乾燥させないようにこまめに水分を取る、まあ、喉を潤すということですね。これはやりますけど、そんなに喉に蒸気を当ててみたりとかさ、そんなことは僕はあんまりやらないね、特にはいたしません。爽快王さんです。お前さん、私も犬の話題を。ありがとうございます。子供の頃シェパードを番犬として飼っていました。あ、シェパードいいね、かっこいいね。生後およそ2ヶ月で我が家へ迎え、子熊のような可愛い外見にうっとりしたことを覚えています。なんであのパピーって可愛いんだろうね。しかし母犬から離れたばかりで夜泣きがひどく、あ、かわいそうだね。しばらく私が一緒に寝ていました。そのおかげで番犬からは慕われて、それ以降も小判ザメのように私のそばに張り付いていました。生後6ヶ月の頃の外見はもう成犬と遜色なく、とてもたくましくなりました。そうだね、犬の成長は早いよね。大型犬ゆえ威圧感もあって、見知らぬ人も寄りつかず、まあ、怖いわね。番犬として頼りになりました。いいね。遊びは、綱引きが大好きで、始めると30分以上は付き合いました。私も楽しんでいました。タフですよっていうこと。エピソード1巻いいね。ありがとうございます。いいね、シェパードね。お利口な犬だもんね。ありがとうございます。チョビゴーイさん、野球のない木曜日いかがお過ごしでしょうか。そうだね、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。私は、昨日の勝利の余韻に浸りながらぼーっと仕事をしております。仕事だったんだね、はい。大前さんの夢ぜひぜひ実現されますように。小説しかり、トーク&歌のライブに、際しては勤続16年、一度しか取ったことのない有給休暇を取って会場に馳せ参じたいと思っています。いざ鎌倉ですね。ありがとうございます。ところで、昨日梅雨本番みたいなことをコメントしてしまいましたが、今日は朝から晴れ、もう夏だね。
10日間天気予報を見たら明日明後日の降水確率は高いけれどもそれ以降は低い予報になっているではないですか。もしかして今年は空梅雨になってしまうのでしょうか。仕事上雨は降ってほしくないけども農作物に影響が出ることを考えるとあまり喜ばしいことではないですよね。1週間10日後予報は変わるかもしれませんがそれなりに降るようにと願っておこうと思います。そうね、もうなんか天気図だけ見ると結構梅雨前線が北に押し上げられていましてもう天気図だけを見るともう梅雨が明けたような今気圧配置天気図になってますね。ひょっとしたらこのままラニーニャ現象の影響でそのままこの、偏西風の蛇行等があって、もう前線が押し上げられたままになってしまうかもしれない。そうなれば夏だよもう、ということですね。さあどうなるかまだ分かりませんけどもね、現状もう夏のような天気気圧配置になっているということですね。本当降るべき時に降らないとというのもあるんでね、その辺はちょっと難しい、塩梅が難しいね、塩梅ね、ということですね。そんな感じでございましょうか。はい、というわけで今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。ライブや小説が実現するかどうかは別として、ライブはでもね本当やりたいなと思ってる、これやりたいと思ってる。だからタイミングだよね、タイミングで、あとはやっぱりその演奏するメンバーも集めないといけないしね、はい、ゲストも調達、ゲスト調達はお前ちゃん声かけてくれ、声かければ来てくださる方たくさんいると思うんだけど、バンドが大変で、バンド演奏者、求む演奏者という感じでございますけどもね、そんな感じで、また、明日はですね、明日は野球がありますけども明日もまた夜中の配信になるものと思われます。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。皆さんも良い週末、金曜日普通に行けば土日お休みの方多いんでね、明日もう一日頑張ってお仕事してください。じゃあまた明日。